しっかりと変化球、外バットは回っていますね、そのボールで最後も仕留めてきました。空振り三振です。ランナー背負ってからは連続三振で佐々木朗希がピンチをしのいでいます。3者連続いずれも空振りの三振、スライダースライダー、最後はフォークボールでした。収まります。そして三振、これで今シーズン100個目に到達。前の回から4者連続の三振です。今も空振りを取りに行くスライダーとストライクを取りに行くスライダーっていう風にやっぱ分けてますよね。なるほど、今のフォークですよね。確かに、ま、ランナースタート、バット回って三振で、これで3アウトです。この回もアウトカウント2つは三振、最後は落としてきました。空振りの三振です。今日早くピッチャーゴロ、落ち着いて拾い上げて一塁に送っています。これで2あたりは夏場の怖さ。最後はストレートで仕留めています。空振り三振で2アウト、今日三振7つ目。打ち上げてファーストかセカンドか、回り込んでセカンドに任せました。掴んで3アウトです。勝利。最後は変化球でマキノン仕留めています。今日これで三振や。バットの先、高いバウンドですがファーストが抑えています。今シーズン三塁線よく取った、フェア一塁送球、ナイスプレーになりました。一塁間一発アウト、ストレートで押し切りました。空振り三振です。今日これで9、まっすぐで押し切りました。159キロ、これで低めいっぱい161キロで今日11個目。素晴らしいボールですよね。バットの先はサード待って取りました。一塁に送ってスリーアウトです。佐々木朗希が今日も2桁奪三振ゲーム。